皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ね、2023年始まりました。はい、私は29になりました。お、サッカー選手だと引っ張っていく立場ですよね。そうですね。この年でワールドカップを迎えたら、なんかいいよね。あれじゃん、ペリシッチぐらいじゃない？おー、ペリシッチか。あれ、ペリシッチもうちょっと上か。ペリシッチって何歳なんですかね。ビーチバレーでワールドカップ出たら、ね。あ、そう。まあ、それぐらい僕もね、いろんなところで。ああ、見たいね。才能を発揮していく年にしたいなと思いますし、はい、うん、僕もねそういうことをしていきたいと思ってますので。じゃあいいんですか、俳優界のペリシッチってことです。ああ、なるほど、俳優界のペリシッチこと大山翔ってことで覚えていただいて。ペリシッチ自体マニュアックだからちょっとピンとこないわうわー、そうか、これもうちょっと行きたいの、やっぱ言いたいもん俳優界のクリスチャン・ロナウドです。あ、本当は言いたいよ、はい、言いたいけど、でもペリシッチこそ大事な選手かもしれない。大事だよ、まあそうだよね。本当に、うん、言ってたよ、本田選手も、はい、あ、言ってた、本田選手も、うん、そのサッカー始めた子はクリスチャン・ロナウド、うん、メッシ、ネイマールを目指したいって言うけど無理やねん、あれはもう突出したものがありすぎると。あ、はいはい、でも本当に目指すべきはペリシッチみたいに一生懸命努力して、うん、そういろんなところで自分の才能をちゃんと知って、はい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 、コツコツやっていくことが大事だと。だからペリシッチを見ろって本田選手言ってたから。あ、なるほど。そうだから大事だよ、大事。じゃああれだ、今年あれだ、飛躍するやつだろ。よっしゃ、本田監督のもとカンボジア行こうかな。ねえ、ついでに彼投資やってるから投資してもらえない、僕にね。うん、そう、いいよね。ねえ、いいよねじゃない彼が決めるから、彼が決めるから、それぐらいのね価値ある選手ではないけどね、はい、タレントに、ね、なれるように2023年も頑張っていきたいと思いますので、うん、皆さんどうかよろしくお願いします。お願いします。僕もお願いしていいのかな次に紹介する商品はどうですか、目玉です。僕が一押ししていた、あ、目玉で、なぜならミラ戦で一度出てきたことがある選手だから、補強してる選手の中で名前が上がった選手といえば、はい、豪家雄太。あ、違う出てきてないですよ、豪家選手。え、何、まあ、これそれこそ菅田選手、あれなんで話したんだっけな、多分これもオフシーズンか夏の移籍かなんかの時に、あ、すみません、忘れてた、林ですね。はい、林ですね。林こと林明宏選手。林ことって林って呼ばれてる？呼ばれてないそう、林選手がね来たんですよ。これだって、いやびっくりだよね。あれこれ半年前ぐらいです。夏の補強だね。うん、キーパーが定まってないからっつって。あ、そう国際経験あって普通に試合経験もあるベテランを呼んだらいいじゃないかっつうことで、うん、なんと半年後に本当に実現するというということでね、林選手 FC 東京から、これは何なんだろう、加入っていう形だったから何なんだろう、あそこのあれが分かんないけどね、レンタルでもなく完全でもなく加入っていう、あれ書いてなかった。そう、あれなのかな、自由契約じゃないけど、なんかその契約満了に伴い、あ、そういう感じなのか、感じなのかな。あー、なるほどね。でもまだ全35歳ですから、てかまあ、モドリッチ選手、モドリッチすげえ出てくるけど、新戦力チェックとかレギュラーです、本当に。なんかもう、あの選手を見てたら、35歳なんて、もうあと3年、うん、4年いけますよみたいな感じですよ。ゴールキーパーなんて、なんかむしろ35からみたいなぐらいじゃない？違う、ね、経験っていうか、なんかその予測とかも立てていくからさ、40ぐらいまでやってる人結構いるの。ね、なんかもはや戦国時代で言ったらなんか軍師みたいな、黒田官兵衛的なね、年を増せばなすほど、え、知ってる、岡田准一さんがやってた黒田官兵衛知らないですか。知らない、どこのポジションかわかんない。織田信長、徳川家康、豊臣秀吉、この三大武将に仕えた軍師です、ね、っていうわけで歴史に滅法弱いスタッフさんです。そうそうそう、だからそれなんだっけ、年をね、増せば増すほどキーパーはいいっていう話です。うんうん、まあ、ここを、まあね、2020年シーズンで前十字靭帯を損傷してしまうっていう大怪我があって、うんうん、その21、22シーズンは出場なしということになってしまいましたけども、はいはい、まあ、それは仕方ないですよね。リハビリとかありましたし、うん、なんせ FC 東京にはスオビーク選手行っちゃったんでね。あ、そうですよね。あれ、あともう、ハタの選手だっけ、なんかいいキーパーいるんですよね。FC 東京、キーパーの宝庫なんだ。うん、だからね、全然もう実力的には申し分ない
杉本選手はやっぱ去年ね大変だったと思うんですよ、うん、最年長ゴールキーパーとして。そうだよね。だけど頼りになる兄貴いましたから。確かに。もうこれだけでいいんじゃないですか、ね、紹介。ああそうですね。っていうぐらいなんですけども、はい、まあ、林選手の魅力といえばね、あのやっぱり安定したセービング、あとやっぱりコーチングだよね。コーチングです。コーチングがやっぱ大きいと思うんだよね、やっぱり。確かに確かに。コーチングがあるないでやっぱね守備変わりますから。うん、あ、佐藤選手一緒にやらせたかったね。ああね、良さそう。戻っちゃいましたからね。はい。まあでもしょうがないね、庄司選手鹿島戻ったし、それはもう必要でしょ、それ頑張ってほしい。でもやっぱ林選手はすごいのは、いろんな軍師に使う、いろんな有名武将に使えたじゃないですけど、 A 代表もいろんな監督の下で呼ばれてるんですよね。そうです。そのまず初めは大学時代にもうオシムさんに呼ばれてるんですよ、大学、うん、大学なのに。はいはい。17年ぶりだからなんだよね、確かその当時大学生が A 代表呼ばれるみたいな。で次はもう5年後になっちゃうけど、次ザックね、ザッケローニ、うん、で次はアギーレ、うん、でハリルホジッチ。すごいよね。すごい、海外の監督ばっかりだ。確か日本人に呼ばれない岡ちゃんに呼ばれないんだね。岡ちゃん西野さんに呼ばれないんだ ね、 っていう誰からも好かれるというか魅力があるんだね、うん、でこれまた経歴がな、異質なんだよね。プロデビュー J リーグじゃないですね、イングランド2部プリマスアーガイル FC、 でもそこでは出番なくてベルギーの3部の ROC シャルルロワ。あ、シャルルロワってあれじゃんって思うじゃないですか、うん、違うんですよ。あ、違うの。そう、あのね、その林選手が言ったのは ROC なんとかオリンピックなんちゃらっていうのが ROC の略なんですけど、うん、ROC シャルルロワってとこに行ったんですけど、はい、森岡亮太選手が言ったのはシャルルロワ SC なんですちょっと違うっていう。あれだ、モスクワと一緒だ、2つ。はいはいはい、そういう感じです。はいはい。でもそのシャルルロワ行ったけど経営なんで清水に来る、うん、清水が初の J リーグだったんだね。なるほどね。結構大学時代にそのユニバーシアードとか出てて、その時から結構海外志向が強かったんですね。なんか、ね、それこそ川島選手がいたメスとか入団テストを受けてたけど、まあそれは落ちちゃったんだけど、とかそういう海外志向が強くて、鹿島とか広島とか京都とかの練習参加して、結構複数 J からクラブオファーがあったのね。なんか林選手なんか顔からするとなんか闘争心めっちゃ燃えたぎるみたいなタイプじゃないのかなと思ったけど、琉球大柏、今ではもう千葉の名門ですけど、昔ってその、まあ、全国出たことなかったんですけど、うん、初めて全国に出場させた時のゴールキーパーが林選手なんですよ。うわ、そうなんだ。俺がこのチームに入って琉球を全国に出場させるっつって入ったんだって。すごっ。そうで高校ナンバーワンゴールキーパーとして選手権に出るんですよ。でもなんかあれだね、主人公にしてなんかドラマ化したら面白そう。いけそう、確かにね。いろんな経験してるし。そうなんだよね。柏レイソルジュニアの時はフィールドプレイヤーとキーパー兼任してて、俺はプロになるっていうかプロ入りを見据えてゴールキーパーに腰を据える、うん、腰を据えるなんていうの、価値観の海外選手みたいだね。すごいね。そう、いいね。やっぱこれいい、うん、いいとこ目つけたよ。すごいいいと思う。なんかこれ、うん、仮に試合出なくてもめちゃくちゃいいと思う。ね、なんかキーパーだけじゃなくてベガルタの選手とかフロントも含め新しくなりそうだね。そうですよね。ニューウェーブ、35歳がニューウェーブを起こしますよ、はい、さあ続きましてご紹介いたします選手、はい、さあスタッフさんお待ちかねのじゃないですか。ああなるほど。ここで九州ね。ここからやってまいりました。はい、阿蘇山大噴火ブラスト熊本から完全移籍。完全ってびっくりだよ。熊本大丈夫ですかね。熊本のあの4人ね、真ん中4人いなくなったもん。フォワードの高橋俊樹選手はレッツ、うわ、そうなんだ。川原選手はトス。トスすごいね。高橋選手とチームメイトですね。うん、あるかな、黄金連携が築かれたかも。あるかもしれない。そして我がベガルタにやってきました菅田選手。大丈夫かな、真ん中いなくなったけど。もう3年後にまた3年後にまたせっかく去年プレーオフまで出たのに。はい。そう、菅田正弘選手まだ若いな、97年生まれだから25歳。いいね。183センチ、センターバックにしては普通ぐらい。でもゴリゴリ空中戦強いですし、去年はリーグ戦40試合出て4ゴールも取ってるんですね。うん、得点感覚もあるんだ。でもなんかね、得点シーン見たけど結構ごっつんっぽいのが多かったけど。はいはいはい、そうですね。でもそこにいることが大事じゃん、うん、そういう嗅覚があるってことですね。はい。平岡選手、
的な。あ、確かに確かに。いいね。国見高校出身、福岡大学を経て熊本で、九州大学リーグの時にはベストディフェンス賞を取ってるんですね。なるほどね。魅力はやっぱ空中戦の強さだよね。強いんだけど、弾き返すだけじゃなくて、つなぐのとクリアなんか使い分けるのが上手。でも本当になんかそういう人欲しいなと思ってましたもん。確かに姿選手もね、ちらついたんだよね。いいなって。でも J1 行くだろうなと思ったら、残るか。まさかの去年より順位が低いベガルタに来た。空中戦の強さと、あとはカバーリングだね。カバーリング能力が素晴らしい。この若いのに、もう、熊本の守備の要として10試合できたの素晴らしいよね。小出選手と組んで、本当ベガルタの守備の立て直しお願いしたい、ね。もう決まったね。センターバックはもう決まってないよね。分かんないよ。決まってないよ。いろいろいるよ。なんだね、テテがね、契約更新したもんね。うん、はい。さあ、どうね、センターバック、組み合わせるか、ね、スリーバック組み合わせるか楽しみだね。なんかその時の調子でいいんじゃない？コンディション良さげな人で、うん、っていうか正直誰が出ても、うん、良さそうね。点数が総合値が変わらない。新戦力チェックもあとちょっとですかね。まだちょっとありますね。そうですね。厳しいところ取ってるんですか。確かにね。大目玉かな。これはあの大山的大目玉というよりも世間的な大目玉商品がねまだ残ってますんで、今後の新戦力チェックもぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今日の皆さん以上です。皆さん2023年いい年にしましょう。さよなら。さよなら。ちなみに何年か知ってます？うさぎ20歳でどうかな。バイバイ。バイバイ。どういう終わり方？